いやそろそろ夏服見るのも飽きてきたな。まだまだ暑いんだけども、そろそろ秋の新作とか見ていきたいんだよな。今年はどんな服が出てるのかな。ユニクロとか無印とか、なるべく予算を抑えた中で秋の新作とかをちょっと早めにチェックしておきたいんだけども、誰か教えてくれる人っていないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、コスパ最強秋の新作アイテム5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ本当にですね、暑い日が続きますね。35度超えてるとですね、服のことを考えるのがちょっと面倒になってくるぐらいなんですが、まあ、そろそろ皆さんもですね、夏服の投稿はちょっと飽きてきたかなと思うんですね。もちろんまだまだ暑くはあるんですが、秋の新作どうなってるのかなとか、どういったものがいち早くリリースされてるのかなというところで、結構そのあたりもですね、楽しみにしてる方がいらっしゃるのかなと思います。そこで今回はですね、僕たちにとって身近なユニクロですとか無印良品ですとかグローバルワーク、このあたりの中からですね、新作でこれは結構良さそうだなというものをですね、厳選して5つ皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。もちろんですね、今時期から着れるような比較的ですね、新作なんだけども夏向けのものもありますし、秋にがっつり着れるようなものもあったりしますので、まあ、そういったものを見ながらですね、皆さんも秋に向けての着こなしをなんとなく想像しながら見ていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべく分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に秋の新作のアイテムの中から大人世代にも似合いやすく、なおかつコスパのいいものですね、皆さんに5点ご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらですね。僕たちにとって最も身近なブランドであるユニクロのですね、こちらワイドストレートジーンズですね。価格は3990円ということで、これは注目度の高いアイテムかなと思っております。まあ、ワイド系のデニムというのはですね、ユニクロの中ではようやくですね、ここ最近ですね、取り入れられるようになってきたジャンルなんですね。ユニクロというとレギュラーフィットだとか、まあ、タイトなシルエットのものが多かった中で、今のトレンド感をちゃんと抑えたようなワイドパンツですね、タックワイドパンツみたいなものはユニクロの中ではもう定番となりましたが、ようやくデニムの中にもワイドという選択肢が出てきたので、大人世代にも買いやすいかなと思います。でシルエットなんですが、ワイドとついていますが、ストレートでストンと落ちるような形なので、そこまで太すぎないんですね。ユニクロのタックワイドパンツにも言えるんですが、ユニクロの中ではワイドなんですけど、さまざまなファッションブランドにおいてはそこまで太すぎないので、大人世代が履いてもそこまで違和感はないのかなと思います。まあ、実際にですね、レビューとかも見てみると、意外とですね、40代ですとか50代の男性が履いて、これ割と使えるよというような声も多かったりするので、ファッション感度の高い方であれば、大人世代であってもこちらのですね、ワイドストレートジーンズは使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。まあ、股上もちょっと深めになっていまして、足長効果もありますし、ただのダボっとしたボトムスというよりは、ちゃんとですね、今のトレンドを捉えながらもユニクロらしいベーシックなワイドパンツというところで、このあたりの塩梅がすごくいいんじゃないのかなと思います。でカラー展開が4色なんですけども、個人的にはですね、この加工の雰囲気ですよね、これをどう取るのかというところが結構重要かなと思います。まあ、ちょっとこう色の抜けたこうブルーですね、64番のブルーなんかもいいんですが、やっぱりこうユニクロの3990円という範疇の中では素晴らしい仕上がりかなと思うんですが、色落ちの加工っていうのは、まあ、価格帯が上がれば上がるほど成功になってくるところもあるので、個人的にはですね、もうちょっとそういった加工感っていうところが分かりづらいような、例えばダークグレーだとかオフホワイト、このあたりも使いやすいかなと思うんですね。僕は白パン愛好家なので、ユニクロの白パンも持っていますが、ちょっとこう白パンってこう小綺麗に見えるので、タイトだとですね、コンサバになりすぎてしまうんですけども、だからこそこうちょっとワイドシルエットで取り入れることで気取らない感じの雰囲気になるので、こちらのですねオフホワイトなんかもすごくいいかなと思います。これだったらもう季節関係なく今から使うことができるかなと思うんですね。まあ、素材的にもそんなにこうオンスが厚めではないので、今時期履いてもそこまで暑苦しくはないかなと思います。またちょっとダークグレーのですねシャープでモダンな雰囲気なんかもすごくいいかなと思うので、個人的にはこの2色を推したいなと思います。もちろんこう68番のシャープなブルーなんかもいいんですが、ちょっと今であればグレーだとか
かホワイトだとかそういったような色味の方が個人的にはユニクロでは推したいなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、今時期であったらシンプルにブラックの無地 T シャツなんかと合わせてシャープにですね着ていただいたりするとすごくバランスがいいかなと思うので、ちょっと世代的にはデニムが好きなんだけどもちょっとタイトなものはやや古臭く見えるかなと悩んでる方にはこのユニクロのワイドストレートジーンズというのは一つのですねパラダイムシフトを起こしそうなアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね一度は店頭で試着をしながらですね価値観を広げていただければなと思っています。はい、続いて2点目もユニクロから選出してみましたがこちらですね、デニムジャケット4990円ですね。まあ、このアイテムもユニクロにとっては定番で、まあ、毎年ですねリリースをされているようなベーシックアイテムなんですが、まあ、こうディティールが少しずつ変化が加えられているんですね。まあ、今年のデニムジャケットに関しましては胸のポケットですね、こちらに大きな変更を感じているんですが、まあ、以前はですねいわゆるリーバイスのデニムジャケットの中でもファーストタイプと呼ばれるような左胸だけにポケットがついているバージョンだったんですが、まあ、それがアップデートされることで今回はですねいわゆるセカンドタイプと呼ばれるような胸の下位置に両方にですねポケットがついているような仕様に変更になりました。まあ、片方だけのポケットに比べると少しデコラティブな雰囲気になるんですが、まあ、いわゆるこうベーシックな G ジャンにより近づいたかなと思うので、このあたりはですねきっと喜ばれる方も多いんじゃないのかなと思います。個人的には結構ファースト型が好きだったりするんですが、まあ、結構ですねファースト型作ってるブランドが多くて、この秋冬から結構ですねセカンドタイプに移行しているようなブランドも多かったですので、ちょっと時代の流れを感じています。でサイズ感なんですが、ユニクロのデニムジャケットってここ最近のものは肩のラインが落ちていたりだとか全体的に緩さがあるんですね。ジャストサイズの G ジャンではないので今の雰囲気で着やすいようなそんな一着に仕上がってるかなと思います。僕も G ジャン好きでいろいろと買うんですが、本当にジャストサイズのものを着るとですね手持ちのちょっとゆとりのあるものと相性が良くなくてなかなか使いづらかったりするんですね。まあ、そのあたりもユニクロのデニムジャケットであれば特に問題なくですね今っぽいサイズ感できることができるので、これ使いやすいんじゃないのかなと思っています。で色の展開は3色ですね、オフホワイトと深めのダークグレーとあとはブルーですね。この3色なんですが、先ほどのデニムと同様にですねこちらはダークグレーですとかあとはですねオフホワイト、この2色が個人的には一押しかなと思っています。まあ、G ジャンというとやっぱりブルーとかそういったものがですね代表的な色合いなんですね。超王道のアメカジを感じるような色合いなんですが、そこはあえてダークグレーにすることで程よくシャープさが出たりだとかちょっとした面白みも出たりするので、個人的にはダークグレーを選ぶのが結構大人世代には似合いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、こういったダークグレーのものであればブラック系のパンツと合わせてモノトーンでですねバランス取ることもできるので、こちらの色味がすごくいいんじゃないのかなと思っていて、あとはですね結構このオフホワイトもいいなと思うんですよね。ホワイトのデニムジャケットっていうのは結構清涼感あって使い勝手もいいですし、まあ、ホワイトの中にもちょっと黄みがかったホワイトもあれば、こちらのホワイトは結構クリーンなホワイトでちょっとこうブルーみがかったようなところもあったりして、このあたりのですねホワイトの中でも清潔感があって上品見えするような色合いというところはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まずサイトの中では結構モデルさんがセットアップで着てたりするんですが、それはちょっとですね大人世代には難しいなというところがあるので、まあ、上下でセパレートしてブラック系のパンツだとかグレー系のパンツなんかでコントラストをつけて着てもらうのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、G ジャンというとやっぱりデニムのジャケットなのでどうしてもこう硬かったりだとか馴染むまでに時間かかるというイメージが強いかなと思うんですが、ストレッチも効いてるし重たくないんですよね。まあ、このあたりもユニクロらしいですね、機能性も含めた上での提案なのでこれは1枚持っておくとすごく便利なアイテムかなと思います。ユニクロのデニムジャケット以前も好評で割とですね在庫後半にはなくなっていたので、まあ、ぜひ早めのタイミングですね皆さんもチェックをしていただければなと思っています。続いて3点目はですね無印良品から選出をしてみたいなと思っています。紳士風を通すワイドゴブ袖不白ポロシャツですね。価格はですね3990円ということで、これですね今時期着れるようなまさにですね名品アイテムかなと思います。まあ、この時期になるとユニクロとかはですね夏に着れそうなものはリリースほとんどなくてですね、プリント T シャツとかであればちょっと入荷があるぐらいなんですが、無印良品はですね夏に入ってからもこういったポロシャツ作ってくれてるので非常にありがたいなと思っています。ポロシャツの中でもユニクロはですねユニクロ U とかであればちょっと緩めのサイズのものも期待できるんですが、通常ラインだとかなりジャストサイズに近いものなので1枚で主役的に着るとですねちょっとこうおじさんっぽくなってしまうことが懸念点としてはあるんですが、無印のこちらのポロシャツに関しては僕も持っているんですが程よいゆとり感があるのでちゃんとですね1枚で着た時にも今っぽいシルエットになるんですね。まずは袖丈がゴム袖になっていまして腕の関節ぐらいまでちゃんとあるのでこのあたりにも
今っぽい雰囲気は感じます。それに応じて肩のラインも落ちていますね。身幅もゆとりがあるんだけども着丈はすっきりめということで、このあたりがただのダボっとしたサイズ感ではなくて、ちゃんとですね均整の取れた今っぽいサイズ感になっているので、バランスがいいかなと思います。で、素材自体がですね結構薄めでですね、よく見ると遠くが透けるぐらいのですね通気性のいい素材を使っているので、このあたりも真夏に着てもすごく安心感があるんですね。まあ今時期ですねタイトなものを着てしまうと肌にペタッと張り付いてしまう感じがあるので、少しゆとりがあってなおかつ風を通してくれるような、こういった素材感ってすごくですねありがたいかなと思うんですね。胸にはポケットがついていて、このあたりもワンアクセントになってますし、小ぶりの襟なんかもちょっとモード感があっていいなと思いますので、まあ、第一ボタン開けて素肌っぽく着てもらうのもいいと思いますし、第一ボタンまで締めてですね切れ目に着るのも様になるので、様々な着方ができるかなと思います。カラー展開はですね3色になってるんですが、個人的には僕も持っているダークネイビーですね。夏なので重たいブラックもかっこいいんですけども、ちょっと清涼感漂うようなブルー系の色味がほんのり伝わってくるダークグレーですね。このあたりが使いやすいのかなと思います。まあ、ブラックのパンツでギュッと引き締めてもいいですし、ホワイト系のパンツで合わせてもいいかなと思うので、これは優秀なポロシャツかなと思います。今時期だと結構ポロシャツって新入荷がなかったりするので、結構理想的なものがサイズ切れだとかもうすでになかったりする中で、これはですね現行でも買いやすいようなポロシャツかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いて4点目も無印良品から選出をしてみました。こちらですね、紳士シワになりにくいイージータックワイドパンツですね。価格は3990円ということで、このあたりも使い勝手抜群に良さそうですね。ユニクロとのですねバチバチの対決構図になってくるかなと思うんですが、ユニクロにはタックワイドパンツという名作があるんですが、まあ、そのラインとすごく近いようなボトムスとして最近無印良品でもこのようなワイド系のパンツを作っています。ただユニクロはタックワイドパンツということで、まあ、ストンと落ちるようなシルエットなんですが、ちょっと緩やかにテーパードをかけているので、このあたりに少し大人っぽさも感じられるかなと思います。ユニクロも以前はタックテーパードパンツというものがやっていて、よりですねこちらの無印のパンツと近いものがあったんですが、最近はですね無印の方がこういったシルエットですね、ワイドなんですけども適度なテーパードが効いているものを出してくれているので、意外と大人世代にはこれ使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。腰回りには2タック入れてるんですね。このあたりにはクラシックな要素がちゃんと入っていまして、だけどもテーパードは効いてるのでだらしなくならないというところでは、本来の無印良品らしいアイテムというよりは、ちょっとこうセレクトショップだとかパンツ専業ブランドのですねボトムスの雰囲気をうまく無印らしく上品にまとめたような、そんな一本になってくるかなと思います。で、価格面もですね3990円ということで圧倒的に買いやすくて、素材使いとしては天然素材ではなくてポリエステルですとかレーヨンポリウレタンというところを使いながらも気軽にですね洗濯しやすいようなボトムスになっているので、ケアの面でも安心感があるかなと思っています。で、タイトルにもある通りシワになりづらいっていうところもかなりありがたいですよね。服にシワがあるとどうしてもそれだけで清潔感みたいなところが失われてしまいますし、ワイドパンツというところでそこにシワがついてるとよりだらしなく見えてしまうんですが、そのあたりは大人世代にも嬉しいようなポイントで、ケアもしやすいようなボトムスになってるかなと思います。まあ、もちろん定番のブラック、これは持っといて間違いがないんですが、個人的には結構チャコールグレーですね、深めのグレーでブラック系のアウターとかトップスを持ってきてもちゃんとボトムスと色の差がつくというところでは、このグレーがめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています。あとはですね深めのモカブラウン、このあたりもですね秋らしい色合いで、ブラウンというとやぼったく見えがちなんですが、その中でも深めの色合いで大人っぽく上品に見えるので、これもいい仕上がりかなと思います。価格は4000円ぐらいなので3本持っておいてもいいぐらいですね優秀なボトムスですし、生地も厚すぎないので今時期から着てもらうのもすごく便利かなと思います。僕はですね冬のちょっと厚めの生地感だとか起毛感があるものだとか、真夏向けのすっごい薄いやつとかも嫌いじゃないんですけども、あらゆる季節に使えるような中庸な素材感のものが結構一番使いやすいなと思ってまして、まさにこちらのボトムスに関しては厚すぎず薄すぎずで1年間通して使えるような、そんなですね生地感になっているので、かなりおすすめのボトムスになっています。ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、ということでラスト5点目はですねグローバルワークから選出をしてみました。こちらサラサマレギュラーカラーシャツですね。価格が4950円ということで、まあこれも定番的なアイテムなんですが、夏から秋のですね季節の変わり目すごく使い勝手がいいと思いますし、真夏以外は意外とこういったシャツって結構使えるような期間が長いので1枚持っておくと便利かなと思います。デザイン自体なんですがすごくオーソドックスです。レギュラーカラーの最もベーシックな襟型に対して
サイズ感もですね、そんなに今っぽくデカめに振ってあるわけではなくて、割とこうレギュラーなサイズ感かなと思います。なのでちょっとトレンド感を漂わせたかったら、あえてワンサイズ上なんかも検討してもらうといいかなと思うんですが、すごく大人世代に使いやすいような1枚かなと思います。特に40代だとか50代以降の方であれば、1枚持っておくとプレーンで使いやすいようなシャツになってるかなと思うんですが、カラー展開結構豊富なんですが、個人的にはライトブルーピンスト80だとか、このあたりの清涼感あふれるストライプ使いのものですね、こういったものは大人の男性にとってはもうマストアイテム的な立ち位置かなと思うんですね。まずはブルーのですね、清涼感あふれる雰囲気で、ストライプもですね、そんなに強すぎるものではないので、ちょっとしたアクセント的に使うことができますし、ビジネスライクになりすぎないので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、素材使いもサラサマはですね、シワになりづらくケアもしやすいんですね。コットンのシャツも個人的には大好きで、着ているとですね、だんだん自然なシワが刻まれてきて、それが味わい深くて個人的には好きなんですが、清潔感という観点で見ると、こういったとろみ感のあるような素材のものっていうのはかなり優位性は高いかなと思うんですね。着方も簡単で、 T シャツの上にさらりと着て腕まくりをするみたいなスタイルもいいし、前ボタンを締めながらもきれいめに着るというのも良かったりするので、1枚あるとめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思います。一押しはストライプ系なんですが、意外とチャコール18なんかもですね、シャープな雰囲気でちょっとモードっぽいような雰囲気で着ることができるので、このあたりもおすすめかなと思います。素材使いが上品で、なおかつ様々な着こなしに運用できるような、こういった1枚もですね、ぜひ皆さん秋に向けてチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコスパ最強秋の新作アイテム5000ということでお届けをさせていただきました、まあ、ユニクロから無印良品、グローバルワークという形で、僕の動画の中ではですね、おなじみの3つのブランドの中から選出をしてみたわけなんですが、まあ、秋にならないと着れないようなものもあれば、結構今時期から使えるものもありましたよね。ちょっとワイドめのデニムであったりだとか、あとはポロシャツなんかも使えますし、ワイドパンツとかそのあたりも使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、秋の新作をうまくミックスしながら、この夏の着こなしも楽しんでいただきたいなと思いますし、あとは新しい傾向を感じられるようなデニムジャケットみたいなものも頭の片隅に置きながらですね、早めにチェックしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信しています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方はですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。